皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、会社を退職してすぐに教室を満席にしたい人が取り組むべき3ステップということについてお伝えしたいと思います。先日ですね、LINE の方に、ちょっとご質問がありまして、退職をして、教室を立ち上げて、で、その教室がうまく集客がいけてないと、しかも特に自分が苦手なのが、コンセプト設計ですっていうことだったので、そのヒントをですね、今日はちょっとお伝えしていこうかなというふうに思って、こちらの動画を撮っておりますので、お付き合いいただければと思います。はい。そうしましたら、まずですね、先に3ステップ何が必要なのっていうことをお伝えしたいと思います。まず、1つ目が市場調査です。そこみたいな感じかもしれない。市場調査、はい。で、次がコンセプト設計、2番目がコンセプト設計で、3つ目が、お客様を実際に集める SNS 活用とか、この順番が大体3ステップなんですよ。で、大抵ですね、いきなりコンセプト設計に取り掛かると、挫折する人とかも多いです。はい。なぜならば、誰に何を提供する教室なのかっていうのを作るのが、基本的なコンセプト設計なんですけど、誰に何を提供する教室っていうのは、じゃあどういう手順で決めたらいいのっていうのがわからないケースが多いですよね。で、私が当然コンサルをする場合には、クライアントさんから悩みを聞くわけ で、その悩みに対してこれを調べてくださいとか、こういうことをしてください、で出てきたものをもっと精査してくださいとか、もっと違う角度から見てくださいとか、何度もやり取りして、やっと1個のコンセプトできるんですけどね、それがいわゆる売れるコンセプトっていうものになるんですけれども、そうじゃないケースは方針方向性だけ、とりあえずは分かっておいてもらったらいいかなと思って、お話をしています。はい。で、コンセプトを探せない人は、どこから探したらいいのかって言ったら、市場調査なんですよ。で、市場調査ってじゃあ何からするのっていうことなんですけど、例えばなんですけど、パン教室をやりたいとか思ったとするじゃないですか。ご質問の方はね、パンとお菓子と両方できるらしいんですけれども、じゃあここで市場調査っていう言葉を当てはめるとどういうことになってるかっていうと、今世の中の事情っていうのが、例えばなんですけど、デパートってすごく不振なんですよ。総合百貨店っていうやつですね。不振っていうのは売り上げが下がってるってことです。で、昔はデパートといえば、今でもね、別に潰れてはいないんですけど、三越とか高島屋とかブランドがありますし、年齢上の方がちゃんと買ってくださってるんで潰れてはいないんですけど、店舗によって閉鎖してる店舗もありますよね。というぐらい、そこに一箇所に行けば全て揃うっていうことへの、ニーズが減ってるんですよ、昔よりも。じゃあ今どういう店が台頭してきてるのかっていうと、専門店なんですよね。専門店なんです。例えば百貨店でそこに行けばとりあえずあるよじゃなくって、私これが欲しい、だからそれがいろんな品揃えが細かくある、そういう店舗に行きたいとかっていうニーズの方が現代多くなってきちゃってるんですよ。例えば家電とかも、総合家電屋さんじゃなくて、なんだろう、じゃあ例えば、パソコンだけが売ってるとかいう、家電というのか、パソコン、パソコンだけが売ってますとかっていうところとか、調理器具だけ売ってますとかっていう、そういう感じにだんだんこう専門細分化されちゃってるのが割と今の世の中なんですね。で、これ市場の流れですよね。とすると、じゃあ教室業の流れってどういうことになってるかっていうと、何でも教えるっていう教室、個人教室っていうのは今流行らない。流行らないっていうか選ばれない。なぜならば教室が増えちゃったからです。増えちゃったから。で、百貨店とかも結局全部が揃うよりも、私これが欲しいんですっていうのを細かく品揃えしている専門店の方に人気がいっちゃったから、百貨店がダメになっちゃってるわけですよね。教室も全く一緒で、私これも教えます、これも教えますっていう教室は選ばれないですよ。なぜならば専門特化で歌ってる先生よりは教えてくれる知識が浅いと思われるからです。見た目上ですよ。両方ともものすごくできたとしてもですよ。なので、まず例えばパンとお菓子だったら、どっちの方がより市場に反応するような状態を作れるのかっていうのは、まず考える必要がありますね。2つ同時はだから難しいっていうことです。まず1つ言えば、
じゃあ今度お菓子のトレンド、お菓子を選んだ場合にお菓子のトレンドは何なのかっていう、これも市場調査なんですけど、今世の中の事情っていうのはグルテンフリーとか、まあ、だから米粉のお菓子とか当然流行りますよね。あとは砂糖、白砂糖とかはあのマクロビオティック観点から言っても体を冷やすからとかっていうのでその選ばないとか、健康志向の人たち多いんですよね。であと麹とかも流行ってるから、要は全体的に健康志向なんですよ。ビーガンのお菓子とかもね流行りつつあるから、じゃあそこはそこであるにしても、自分ができる知識は違うとしたら、そこと比べてじゃあこういう人にこういうものを教えたらいいのかっていう人を探さないといけないんですよ。誰に教えれば自分の知識って役に立ってすごく喜んでもらえるんだろうって。だから通り一辺倒の知識しか自分が持っていなかったとしても、過去に持っていた自分の知識と組み合わせて、それを販売することができるんだったらそれでいいっていう、そういう考え方になるんで、自分の深掘りも同時に必要になります。で、例えば私はパンの人だったんですけれども、まあ、当時なかったそのコンセプト寄せでパン教室を作っていたので、例えば7つの天然酵母同時に習えるとか、まあ、そういうのはあるんですけど、プレゼントをしたいようなパンを作りたい人のために、成形、変わった成形に特化したパンを教える教室みたいなやり方にしてた。成形に特化するっていうことは、こねは楽な方がいいので、機械ごね、全部機械ごねみたいな感じですね。11年前とかにやった時ですけど。なので、その当時はそういう調査でそういう教室がなかったしっていうことで選ばれて人が来てっていう状態だったんですよね。今はじゃあそのコンセプト寄せでいくと、その健康志向でいくのか、あとはその何か今皆さんがね習いたいことを切り取って特化したもので、時代が不況の時ってお菓子よりはパンの方が人が習いやすいです。そのまんま家で食べられるからです。そうすると家族っていうものをテーマにしたパンなのか、まあ、ちょっと変わった切り口で言っちゃうと、子どもの教育にはお金をかけるお母さんがいるっていうふうなことを言う と、子どもの頭が良くなるパン作りの配合を教えますとかね例えばですよ、なんかそういうイメージです。じゃあどんな栄養素があればいいのかっていうのは調べるんですけれども、だから初級中級上級ができますとかいう切り口じゃない方が目に留まりやすいし、あれ選ばれやすいっていうことになるので、誰に何を教えるかっていうのがコンセプト設計になるんですけど、その基礎になるものは市場調査なんですよ。だから一旦、じゃあこういう人に私の教室ってどうかなって思った時に、その人のライフスタイルってどういうライフスタイルになってるのか、あとは月に使えるお金いくらぐらい使えるのかとか、そういうものを人間を一人見立てて、その人と私の教室のマッチングがいいかどうかっていうのを確認した上でコンセプトを作っていきます。しかもそれは他の人がまだやってないけど、人から見て求められるもの、だから自分の知識の深掘りも必要になるって言ったのはそういう意味です。例えばなんですけど、私はインテリアとかもできたりとか、あとと写真とかもできるので、写真とパンを教えるっていうセットにした講座も作ったことあります。まあ、今だったらじゃあ例えば、人を、ね、呼ぶっていうことはできない状態なんですけれども、例えば人を呼んだ状態で、パーティー形式に映えるようなパンを教えますとか、そういうテーマだってありなわけじゃないですか。はい。なので、まあ、それこそ、ね、写真との絡みで言うとインスタ映えするパンを教えるっていうのもできたはずなんですけど、まあ、それは特にやってはいなかったんですが、何かしらのその流行りに乗っかった切り口があって、かつ他の人がまだやってなくて求められるものっていうのは、宣伝をすると割と見つけられると申し込みはされやすくなるので、このコンセプト設計っていうのは非常に大事で、その内容に沿ったものがヒットするかヒットしないかはすごく一生懸命作んないといけないんですよ。だから何からやったらいいかわからないっていう方は、最低でも市場調査はやらないといけない。こういう人に売れるかも、いや売れないな、こういう人に売れるかも売れないなっていうことですね。だからコンサルタントをつけるメリット、私じゃなくても全然構わないんですけれども、コンサルタントをつけるメリットっていうのは、それを客観的に判断してくれて、ダメかいいかのジャッジをしてくれるっていうことです。でもっと言うと、
私のところにこんな人にこういう講座を作って売ろうと思います、教室こんな風に作ろうと思います、で立ち上げ当初の人が、コンセプト設計を私に出してきて一発で OK 出た人一人もいません。はい、一人もいないです。どれぐらいかな、何往復ぐらいあるだろう、5回か6回は直してもらってますね。直した人は、一番時間かかった人は、まあその方スピードが遅かったせいもあるんですけど、8ヶ月っていう方もいらっしゃったんで、その代わりちゃんと作ってちゃんと募集をかけてちゃんと集めたものは一気に売れましたけどね、すぐに数百万とか、それぐらいちゃんと作るっていうことは価値がある。で、特に企業投資の方は知っててほしいんですけれども、今教室業をやりたい人ってすごく多いんですよ。はい、ということはですね、比べられちゃうんですね。昔からいた先生はそこにいる、新規開業した人はどんどん出てくる、で自分もついでに新規開業だということは、場合によってはなんですけど、教えたい人と習いたい人の人数のバランス悪い場合があるんですよ。習いたい人より教えたい人が多ければ当然価格破壊も起きるし、そもそも探してもらえないし、選ぶ方は選びたい放題なので、その中で選んでもらう理由は何なんだろうっていうのを考えないといけないから、結構ここね大変なんですよ。だから1年以内に廃業するところがすごく多いんですね。集客できないから。できないっていうことは、要はその自分が思ってる内容が自分の頭でしか考えられない内容だから、それ以上の想像出ないものであれば当然それ以上の集客はできないということになるので、結果として集客ができないということになっているんですね。なので、今の世の中ですね、割と一人でいきなりやってうまくいくっていう人結構少ないんですよ。だから企業塾とかもいっぱいあるし、コンサルタントもいっぱいいたりするんですけれども、一人の知恵でできることは自分の知恵レベルのものは超えないです。はい、だから人に見てもらう、でそれはちゃんと知識がある人に見てもらわないとダメです。友達の意見とか家族の意見は当てにならないです。なぜならばその人たちの声はそれで集客に成功しているわけではないからです。であと家族とかなんかも、家族に言われた声っていうのは家族の目線でしかないので、未来のお客さんの目線じゃないので、友達も当てになりません。そういう意味では、その友達がバッチリ呼びたい人と近い属性の人なら別にいいんですけど、そうじゃない場合には声は当てにならないと思った方がいいので、結局自分一人で考えると、考えて、はい集客しましたダメです、考えて集客しましたダメですっていうところが堂々巡りが多分続くことになる。で割と比較されちゃうから、今新規開業の人ってそんなに簡単に集客できなくはなってるっていう事情は知っといた方がいいかもしれないです。業界内のあれは相対評価になるので、自分よがりのものだけで一発でうまくいってる人っていうのは結構少ないですね。私が知ってる限り、誰かに考え方を習ったりとか、ちゃんと市場調査をやって調べてどうかというくらいかなっていう印象です。もちろんいらっしゃいますよ、稀にうまくいく方だけど、少ない、確率としては少ないかなっていう印象があります。で3つ目がお客様を集めるです。お客様を集めるっていうのは、開業前に本来は集めといた方がいい。私は実際にそうだったんですね。開業前に、自分が未来に呼びたい方にふさわしい人たちが喜ぶ記事、ブログ記事を毎日毎日書いてたんですよ。だからファン化してくれて、そこにずっと滞留しててくれたので、実際にオープンしますっていうイベント、こういうイベントでこういうレッスンしますと告知しただけでバーッと埋まったっていうことができているので、そのコンセプト設計が正しいかどうかは、欲しい人たちをちゃんと手元に集めておいて、でそこに投下するっていうことをしなきゃいけないので、だいたい準備、私8ヶ月ブログ書き続けてるので、まあ、今だともうちょっとスピード上げればどうにかなるのかもしれないですけど、その分ライバルが多いので、仕込みにもしかしたら1年ぐらいかかっちゃうかもしれないんですよ。だからどれぐらい集客できないっていうふうに悩んでらっしゃるのかはちょっと別としてでもですね、まあいきなり、はい辞めました、はい募集かけました、はい集客できるっていうほど今の教室集客は楽ではないです。昔はそこに教室があればそれで集客ができてました。はい、だけど今はそれだけではうまくいかないです。さっき言った百貨店の話も含めてですけどね。
だからよほど、これから開業したい方はそういった経営の知恵とか集客の知恵、まあ、あの勉強とかもねした上でやっていくっていうことが必要になるので、その集客の勉強も山ほどあるので、今は自分のレベルがどのレベルなのかに合わせて勉強する必要があります。例えば私のところ、まあ、今年でも新規開業の方のコンサルはやってないんですけれども、あの新規開業の人がやらなくてはいけないことと、1年から3年ぐらいの人がやらなきゃいけないこと、3年から5年、5年から7年、10年の方で、10年から15年の方、20年以上の人、それぞれに悩みのフェーズが違くて、稼ぎたい額とかも違っています。あのだいたい今私のところ、そうですね、いらっしゃる方平均月商50万はやりたいっていう方多いですね。あとまあできれば100万とかで、実際にあの100万ということは1000万超えになりますよね。年収が1000万超えの方も非常に多いですね。ということはその人たちがやってる量っていうのはそれなりに、初めてやる人からするとびっくりするほどやってるってことが実はわかると思います。はい、それなりにやってます。はい、なのでそこの現実を知った上でどういうふうにするかっていうのを取り組むっていうのが、今から新規参入する方がやらなくてはいけないことなのかなというふうに思っております。ということで本日のお話をまとめていきたいと思います。会社を退職してすぐに教室を満席にしたい人が取り組むべき3ステップ、1つ目、市場調査、2つ目、コンセプト設計、3つ目、お客様を集める。この3つが必要になりますので、どのフェーズに自分がいるのかっていうのを理解して進めていっていただければというふうに思います。それでは。